大御祖水は、兵庫県神戸市北区から、過去郡稲見町を通る祖水である。正式名称は、大御川祖水で、山田川祖水と合わせて淡い山祖水とも呼ばれ、祖水百選に選ばれている。因南の大地への農業用水確保の目的で、築造された。祖水築造以前の畑作を中心とした因南の大地において、 米作への転換の目的で新たな農業用水が必要となり、明治21年に、大御村木津から大御川ラ水工事に着手3年4ヶ月を費やして、明治24年4月に完成する。設計は内務省議士の田辺義三郎と横浜水道の計画・建設者であるイギリス人ヘンリー・エス・パーマーが担当した。計画されながら難工事が予想されて、 見送りとなっていた山田川疎水は、大郷川疎水の完成を見て、改めて明治44年に、神戸市北区の山田川からの疎水工事に着手し、大正4年に完成する。神戸市北区の木津川から、稲美町の院南の大地まで通す疎水で、水道は28カ所あり、総延長は約5200メートルにも及ぶ。工事は難を極め、特に決水道は、 土質が崩れやすく、湧水が多いため、受け置い人の手に負えず、県の直営工事として進められた。現在は、東板地方のため池の多くとこれらの疎水は、昭和45年度に事業着工され、平成4年度に完成した、国営東板用水事業で整備されたダムや、水路によって潤されている。ありがとうございます。